ねえよ。この状態からスタート。ありがとう。いい感じです。そして消える。やっほー。私も配信した方がいいかな。それぞれで持ち込めて。よし、手持ちします。お店オンでやりまーす。イエーイ。バレンタインのお菓子作りまーす。おっと。みんなの、みんながそれぞれ。待って、いい感じに進められない。どうすればいいんだろうね、でも。配信のボタンなくなっちゃった。ね、来た。イエーイ。イエーイ。みんな移ろう。イエーイ。それぞれ。それぞれ。それぞれのでやってます。それぞれ私の携帯は定点です。はい、ね。ここ置けるかな。みんな定点だっけ？それって。いいの？私の配信がよくわかんなくなってる。確かに。じゃあ顔ね。顔アップね。私はコミのやつは顔アップ。コミのやつ顔アップ。私はめっちゃいい。めっちゃいいよ。この感じ。私はどっこ私。手持ち、もうせいちゃんの推しカメラ、こっち、せいちゃん推しカメラ、せいちゃん推しカメラ、手持ちです。ちょっと汚いの映さない、エプロンです。ミヨン、手持ちです。エプロン、わーい、エプロン、3人はそのエプロン、ミヨン大変、見せられない。あ、見えてる。てか私逆にしたほうがいいのかな。何を、あの手持ちだったら逆にしたほうがいいけど私映んないよね。せいちゃん推しカメラでいいよ。私推しカメラ見てくれてるから。だからそれは、うん、3人のうち暇な人が手持ちでやるやつで、これが顔アップで、これが定点でーす。はい、こが定点、こみのが顔アップでーす。せいちゃん、せいちゃんの推しカメラ、わちゃ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 、じゃあちょっとせいちゃんそこ作りますか。じゃあまずは作りますよ。いろいろ映ってるよ、こっちも映ってるよ、こっちも映ってるよ、こっちも映ってるよ。すごい状態よこれ。同時で見てる人いますか。同時で見てる人って同時で見れるの。見れるんだって。パソコンだとさ、3枠とかで。めっちゃすごくない。結構見えるらしいよ。じゃあ面白いね。パソコンだと同時で見てるよ。何作るかはさ、どうする。最後に言っちゃう。もう言う。今から言っちゃって。なるかな。どうなるのかな。じゃあ最後最後最後に言う。チョコのバレンタインを作ります。作ります。バレンタインでチョコを作ります。え、違うよ。バレンタインのお菓子をチョコでバレンタインのお菓子を作ります。割ります。コミがチョコ割る係です。はい、コミちゃんチョコ割ってます。すごい、本当に定点と推しカメラになってるよ。見えます。コミの顔アップ。見える。手元が見えない。無理だった。すごいね。さっきみたいに湯煎するんで魅力だ。そうだって、推しカメラいいねだって。楽しい。え、カメラ3人新婚さんみたい。あ、本当だ。新婚さんみたい。新婚さんみたい。なんで二人きり。入れてあれみたいだね。うん、なんかコミノとセイナのは新婚さんで、うん、新婚さんの目線で、うん、ミヨンのはあの料理番組のやつ。うん、あ、ぽい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 。というわけで今チョコを割ってる小宮山さんです。出ます。司会です。チョコは割れます。私はチョコが見えません。チョコは割れます。チョコ見えるかな。どうすれば見えるんだ。チョコ、こうすれば見える。手元、めっちゃ手元。かまーす。私ここにいても誰かしらが映ってくれるから楽。あ、これあれだよね、みおんちゃんが映ってないよ。うん、前私ここでやった時にさ、違う画面の外でやってた、なんか配信切れちゃったんだよね。それはつらい。いないと思われて。あ、お、ちょっと、もしかして、もしかして第一陣にですね、とあるものを作ったんですよ。作ってるんです。そう、第一陣目がね、映ってないからです。そう、映ってないから、まだ映ってないのよ。どうなるか。でも美味しそう。3人にしか見えない。こういう完成形になるよっていうのが今見えてます。美味しそうじゃん。美味しそう。美味しそう。美味しそう。第一弾、第一弾、ね、結構あれだね。それってさ、あれだわ、冷たくする。あ、みおんちゃんが映った。冷たくするやつ。冷たいっけ。冷た、いや、粗熱が取るでしょ、とりあえず。粗熱、うん、熱は取らない。いい感じ。うん、いい感じで、ね、くっついてこないし。いいっす。一回それ出して。美味しそう。そうですね。また後で余熱をしないとね。あっちにさよならして、パキン、レンジは開けとく。チョコパッキン。宮山さんがね、あのね、結構ね、早めにね、チョコを割ってくる。あ、はい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 、はい。
始まりなんですよね。じゃあ私めっちゃ頑張ってるよ。片手で頑張ります。わーい。誰のお家？ミオちゃんのお家です。ミオのお家に今日はお泊まりです。ずっとそう3人で料理会したい。そうしたいのしたの、ついに実現しだしました。じゃあみんなで板チョコの割り方もね、結構個性が出てるの。私細かい。コミはなんか一回でっかく割ってからちっちゃくどんどん割っていくんですけど、せいちゃんは？せいちゃんね、せいちゃんやばい。やばい、見していい？見せて。袋のまま割ってるから。袋のまま割ってるの。もう袋がねボロンボロンになっていく。だって手汚してない。こちら半分に割って一列ずつ。多分ねミオンのやり方が一番効率的だと思う。絶対早いって。え、コミ同じだよ。いや違うな。あ、でもそんな細かくしないんだよね。そう、コミはこの1個のチョコを8等分ぐらいしてる、うん、1個？え、これを、うん、まあ、このまま1かけらでいいでしょ。じゃあ私が大きくしたやつをコミが刻んでね。全然間に合わない、全然間に合わない。え、私もう刻み終わった。えー、いや、あなたはその袋から出すのが大変なの。違う、袋にサポってバーって出しちゃえばいいじゃん。えー、めっちゃ楽じゃない。いや、全然細かくないけど。え、細かいでしょ、だいぶ。結構大きい。ここから本当やればいいんだよ。いや、せいちゃんとコミはビターチョコを使うかミルクチョコを使うかで電車の中で喧嘩してました。結構喧嘩してたの、本当に。言い合い、割と言い合いして、言い合い、めっちゃ言い合いしてたの。絶対ミルク、ミルク。私はビターがいい。もし焦げちゃったらさ、うん、焦げちゃったらさ、うん、バリになっちゃうじゃん。いや焦がさないから。いや、ランプにする方が絶対いいよね。うん、やっぱビターだよね。ミルク、ビターがいいって。本当にミルクだってさ、こっちの方が映るし、せいちゃんそこ結構映ってる。ほらビター、え、ビター渋って言われる。ミルクだよ、ほらミルクだって。え、多分コミのファンはミルク多い。え、私ビターだ。すごい。え、私のファンの人はビターが好きって。ミオンが好き。どっちもいる。ミオンが好きとか言うの。キッタ、めっちゃキッタ。やば。新しい。新しい。その発想はなかった。ビター、そう、ビターだってさ、あ、まずさ、もう一枚あるのね。そう、まだもう一枚あるね。え、もう一枚だって、あの一個ね、聞いてほしい。ビターだってさ、お菓子さ作るんだから砂糖入れるじゃん。だからミルクになるじゃん、ビターでも。え？コミの意見は？コミの意見は？コミの意見は、だって失敗して焦げちゃったら焦げが強くなって苦くなっちゃうじゃん。さ、甘い方がさ、ちょっと言ってることが分かんない。失敗する前提か成功する前提か。そう、もうね、私は甘い方が好きなの。すごい割り方。そう、間を取ってね、あの半々にしようということでね。そう、スイート&ビター。本当はミルク&ビターになりました。ミルクも一箱ミルクにしてたのに、せいちゃんが途中でやっぱりビターも買おうってなってビターにしたね。だってそっちの方が絶対美味しいもん。ハイブリッドが一番いいよ。ハイブリッドって何？混ぜ合わせ。そう、私ビター味とさミルク味作るのかと思ってた。違うよ。ちょっと見せてます。いいとこどにしようよ。結構ね、これね、手元ね、手元カメラだと結構ね、揺れる。そして私のね、右手がもう限界。頑張って。あー、手元カメラつらいよ。すごい、黒猫いる。ママ本当だね。黒猫シールがございました。あ、分かった。4枚貼ってるの。え？え？あ、ここ。こういうシートだからじゃない？びっくり。つないでるの、ね。すごい。でもさ、いい板がね、なんかね、繋がってるらしいですよ。コミちゃん、ミオに任せな。手元映ってないのに。手元映ってないのに、ね、これ映して、今こんな感じで。よし、じゃあ、今こんな感じです。砕けました。状況はコミので映します。はい、こんな感じです。今コミちゃんこんな感じです。イエーイ。いい、もう、もう満足。もうちょっと、もう満足。もういいよ。もういい、もういい、もういい、もういいよ。細かくしすぎて悪いことはないけど。え、これだ、このなんかこの感じ映したい。見えた？見えたかな？なんかね、ちょうどね、いい感じになってるんです。ミルクとビターのあれが。どっす。うお。そう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 。湯煎する。溶かせば同じ。そう。溶かせば同じ。大量バター。そしてバターを入れました。
バター大量したら、せいちゃんがいつも消えちゃうねん、うん、そう結構消えてるよね、うん、なんか白飛びしてんだよねこっちは。こっちで本当だ、こっちいいよ、こっちは見てこっち白飛びしないよ、あ本当だ、こっちは一番いいと、定点が一番いいと、こっちはもう定点、お料理配信、わーい忘れてた、はいわーい、はいバターみよん今日豆プロの配信するのだってします、それもそれで、こっちはね夜遅いから、そうなの、だから私たち出れないの、そうお子様2人は、お子様とか言わないでとか言うの、はい、するみたいの始まり、せいちゃんは作らないわって、本当はね私がね、せいちゃんが一番ね作れる、まだせいの出番じゃない、そうまだ出ません、ね、そうなの、画質綺麗、もう出番終わっちゃったよ、こみあれ混ぜるのあるじゃん、はい、まだありました、まだ、ね、もう役割分担が、あとじゃあ、ま、私が、うん、カメラ持つから、うん、カメラ持つから、せいちゃんはグラム測るのやってないでしょまだ、そうだグラム測ってない、あえグラム持ってまた測んの、まだ測ってないよ、えグラム測んない、グラム測るの、あれ砂糖か、砂糖のグラムを測らないといけない、さっきのはもう1回目終わったからさ、えじゃあ今私はその砂糖のグラムを測るためにこれを持ってくるの、カメラ、ね、カメラ交代、ここでやってグラム測る、意外と右手疲れるね、これ私もう疲れたよ、私結構大したよ、あ、砂糖、そうそう、薄力粉と手元カメラ、砂糖、砂糖どこだ、ミオンカメラ、砂糖だよ、薄力粉と砂糖だよ、本当だ、あ、せいちゃんの、うん、どうする、そこのカメラにいつもコミしか映ってなくて寂しくなる、いいんだよ、コミは、そうだよ、三好だよ、いろいろ持ってきたよ、砂糖余ってる、ね、砂糖どうしよう、これ一回戻して取りなさい、いやでもさ100でしょどうせ始まり、もうダメ、分かんないね、違うね、これじゃダメだよ、やっぱり一回戻さないといけない、ここを砂糖にすればいいんじゃないの、コミは今チョコとバターを100に合わせて混ぜてます、100に合わせて、結局さっき60使わなかったよね、そうだね、じゃあどれぐらいにする？40ぐらい？40ぐらいかな。今これ入れたらどんぐらい？いやそうだね、140になるぐらい。いきます。バターとチョコいい感じです。砂糖固まりました。かわいいね、ミオンのね、10グラムぐらい。お家の食器がね、いちいちいちごなの。そう、かわいいの。いちご見せられない。かわいい。これ見せていい？見せて見せて。ほら、いちご。意識高。意識高め。いちご。あ、白飛び。おー、いちご。あれみたい、すごいあのキュすごいすごい感じ、バターとチョコいい感じです、お店のクッキングチャンネルね、クッキングチャンネル、どれくらい、ちょっと待って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 、いい感じだよ、やっぱ砂糖多いと思うんだよね、え、ファンの人でさ、うん、料理さ、上手な人いるのかな、え、いるよ、絶対いっぱい、料理研究家とかいるのかな、料理ますか、料理研究家、あ、でもなんかさ、何あれはいない、どういう感じ、料理長です、あー、なんかすごい、すごいよ、シェフですわ、シェフ、シェフですとかありそう、ありそう、今つまみ食いちゃう、めっちゃハーイだって、みんな料理人ですだって、え、嘘、すごい、それはもう仕事でやってるってこと、ね、それとも自分が料理人、イタリアンのシェフです、え、すごい、めっちゃすごいやん、パティシエさんもいる、嘘じゃないよ、私絶対料理上手な人と結婚する、結構ね、あ、いいね、これでいいかな、よし、砂糖できた、砂糖屋で見えない、砂糖屋で見えないわ、白飛び、砂糖できたよ、いい感じだよ、バターとチョコもできてきた、いいね、じゃあ、まあ、薄力粉もやんなきゃ、ガラスの間をまだ溶かしててもらえばいい、薄力粉よ、薄力粉どこへ、グラムを測るせいちゃん、はい、薄力粉です、薄力粉います、ね、これね、あの、コミに今日ね、薄力粉何、薄力粉って何って言われたの、結局何、小麦粉、小麦粉って言えばいいじゃん、ね、違うの、小麦粉もう3種類とか何種類かあるの、じゃあ小麦粉っていう時はさ、大体は薄
彦なので、もう小麦彦って言ってた。で中力粉とか強力粉とか、強力粉とかあるんだけど、強力粉がパンとかに使われる。ビーフシチュー混ぜてるみたい。話変わってきた。何さっきも言ってたよね。うん、溶けたバターがね。何？ビーフシチューが美味しい。さっきより。うん、どういうことや。ほら見て。なんかほら。うん。つってる。つってるね。めっちゃビーフシチュー作ってる。ビーフシチュー作ってます。わーい。ビーフシチュー作ってます。今夜の夜ご飯はビーフシチュー。ね、遅い夜ご飯だね。このさ上にバナーみたいなのあるじゃん。ショールームの。何にする？私普段やんないんだよね。私も全然やんないのそれ。難しい。ビーフシチュー作ってます。やめて。ビーフシチューって。ビーフシチュー。やめて。やめて。信じる。信じちゃう。私はジチョコなのかなって思う。みんな絶対。ね、何するんだっけ？あ、これだこれだ。薄力粉を振ります。バレンタイン配信。バレンタイン配信だよ。わーい。わーい。結構真剣に混ぜてる。結構真剣に測ってるよ。全体配信。これはなんだ？手持ち？手持ち？手元？手元じゃないね。よし。頑張れだって。薄力粉を。私は振り分けます。溶けてますよ。いつの大変これ。ね、いつの大変だよね。やっぱショールームは三脚だな。ね。三脚って大事だなと思った。手元？手元？手持ち？手持ちカメラ、ね、そういうのなんて言うんだっけ、なんて言うっけ、ハンディーハンハンディハンディやばい、テレビやばい、なんて言うの、あ、今アカロンプついてる、えイエーイ、ね、あーね、わかるわかる、これは楽屋定点、楽屋定点だ、わーい、アカロンプついてる、やったー、赤いアカロンプだよ、より、より引き、よりというわけで、私はそんな中で薄力粉をね、手持ちでしょ、あれ類にかけてます、ダメって言われた絵文字、あ、やばい、また最初からなっちゃった、あ、辛い、いい感じ、みんなハートならいいかな、いい感じだよ、ちょっと頑張って、私の携帯いい感じです、いい感じです、いい感じです、すごいね、これこんな、今までこんな配信した人いるのかな、定点とハンディと、こんなね、3 2個はあっても3点映像、3点映像だよね、振り食いみたい、ね、どうですか、ね、先生、はい、あ、もういいと思う、せいちゃんが振るってます、終わった、どうですか、できました、できました、コミちゃん OK? OK だよ、 OK だそうです、できました、さあ誰か変わんない、コミ変わんない、手持ち、手持ち変わってください、よし変わろう、待って、卵卵出してた、あ、やっぱやべ、常温にしてた、そういうこともあるよね、でも常温にしなくてもまあ大丈夫です、常温にしてた方があれだけど、はははというわけで卵を溶きます、これでいいか、卵やりたいもん、はい、じゃあコミちゃんの卵ありますじゃあコミちゃんもういいよ、うん、ありがとうコミちゃん、コミちゃんありがとう、どういたしまして、コミちゃんよくできました、よくできました、コミちゃんもういいよあ、これ起きるやつだ、はい、これに横、はい、小宮山カメラになりました、コミちゃんめっちゃ動きそう、コミちゃんやばそう、ちょっとやばそれはちょっと意味合いが違う、私のルームだからやめて私のルームを荒らさないかさ、なんていう、そう、バレンタイン配信、バレンタイン配信手持ち、バレンタイン配信顔アップ、面白い、えっ、もう疲れたんだけど手早いでしょ、私結構10分ぐらい耐えたよ、開始、顔、顔じゃない、何、結構よりよりより低点ミオンのは低点って書いてあるよりでいいのかな、じゃあミオンちゃん、じゃあバレンタイン配信ハート低点にしといて、テラップやるよ、動かさないでね、いい紙に、あー、テラップ、ミオンちゃんが作ってます、バレン、あー、手元をバーレーン、やってますね、サイン、どうやってやってる、バレンタイン配信ハート、3カメさんだって、3カメさん、どこが1カメ、1カメ2カメ3カメにすればバレンタイン配信ハート、あー頑張って、疲れるの早いね、うん、ていて結構早いよそれ、混ぜ混ぜ、きた、やった、できた、コミの携帯の持ち方がバレる、いいね、ねえねえ、コミ、ね、手入ってるから、ね、指
私の分を荒らさないでくれ。いいですか、卵入れて。卵入れますよ。よし、卵入れるよ。そしてあ入った砂糖も入れます。え、さっき作ったのはどこに手冷ましてるの？あっち、あっち。しょった砂糖いい、全部入れて。どうぞ。はい。レッツゴー。え、片栗粉入ってるの？片栗粉ではない。とろみ出る。あ、それじゃなくてホイッパー。そうだった、とろんじゃう。薄力粉、薄力粉覚えた？今日で薄力粉。前ね、シチュー作ったんだよ、寝坊すで。うん、怖い。だからね、薄力粉、うん、小麦粉なんか欲しいってなった時になんか忘れて、うん、あ、そのなんか忘れちゃった。何もう忘れないで、疑問がなってないね。怒られた。なんか先生で、何を、なんか入れちゃったの？そう、間違えて、あ、薄力粉入れないといけないんだけど、小麦粉入れたのかな。いや、薄力粉と小麦粉は一緒ですね。何が違うの？違うの？片栗粉、小麦粉と片栗粉なの？片栗粉入れないといけなかった、うん、薄力粉入れたの？え、でもさ、シチューって小麦粉入れるよね、多分。私、そうじゃないと思う。片栗粉入れて、多分小麦粉入れなきゃいけないのに薄力粉入れたんだと。なんか今レッスンの同じことやった。もうダメだ。じゃあ小麦粉入れなきゃいけないパターンに片栗粉入れたんだ。知らない言葉ばっかり。あ、今あ、結構いい感じ。ちょっとせいちゃん手持ってないじゃん。そうだよ、せいちゃんカメラにしてよ。いいじゃん、小麦カメラだよ今。いや、せいちゃんファンだよ、見てんの。そうだね。でももう私変わるんだ今から。そうね、もう変わるんだ。手疲れちゃったよ、せいちゃん。よろしく。はい、じゃあこれ見せようよ。今こんな感じ。卵と砂糖を混ぜました。今こんな感じ、こんな感じです。こんな感じです。見せません。ボールこうか、こうやってやって前さ、こっちもちょっと見えないけど、ごめんごめんね、こぼしちゃうよ。手が疲れちゃった。疲れたね。よし、ちょっと良いであろう。良いですか？良いですね。さあ、というわけでもうそろそろできるよ。予熱しとく？言えません。しとこう。もうすぐ。というわけで電子レンジを170度に、オーブンか、良いですね。170度に、やべ、オーブンを170度に熱しました。良いね。あ、てかあれはクッキー、クッキー砕いてないよ。あ、そうだ、私の仕事だ。ミオンが、やった。あ、やばいやばい、手になっちゃった。ミオンが次の仕事。よし、というわけで私は薄力粉を入れます。ね、クッキー半分には、半分ずつに分けようと思います。クッキーどこまで砕いていいの？そう、ちょっとね、クッキーを使うんだよね。この黒いクッキーです。某黒いクッキーでしてるかなちゃん。というわけで薄力粉を入れて、サクサク切るように混ぜます。すごい、料理配信。でこれさ、どこまでさ、料理配信だ。危ない。砕いていいの？形が残るぐらいじゃない？1/4。え、これ手で割った方が、あ、手で割った方が早いかもね。かもね、怖いね、結構。あ、いいね、いいね。で、ここに入れるじゃん。え、確かに。ちっちゃかったよ。いや、4分の1でいいと思う。私、砕く係だね、今日。そうだね、今日めっちゃ砕いてるね。うん。砕き係。砕き係。みんなは何が、あ、すごい、全部1万超え。やったー、嬉しい。すごい、それぞれ。足したら？足したら。3万、4万4万ぐらい、だいたい4万ぐらいですね。すごい、嬉しい。30分でそれすごいね。ね、てか私1万、え、30分で1万とか、私さ、結構さ、自己ベストぐらいかもしれない。すごいじゃん。嬉しい、自己ベスト達成。私の自己ベストはちょっとわかんない、うん、多分あんま気にしてないんだろうね、うん、向こうが。あれだよね、これオーブン25分ぐらいさ。え、オレオクッキー？違う違う、焼かないといけない。あれ、焼くのはね。そうだから、焼くのが25分だから、せいちゃんが出れなくなっちゃうと困るから。早くして。だって今始めてもさ、そうなんだよね。私も割とコミが、私とコミが頑張らないといけない。私一人になっちゃうじゃん、出来上がりの時。そうだよ、ね、ちょっとやばいやばい。え、でも俺はそんな急いでないでしょ。それ、うん、いやでも、うん、まあ、こっちせいちゃんのが先だね。そうっすね。あ、でもやばいよ、やばい。クッキングシート引きたいんだよね、私。そうじゃん、クッキングシート引きたい。でも私も今オレオクリームだらけね。え、ほんと、そうそう、その手で携帯はちょっとやだね。じゃあちょっと一回、どっか置けるとこない、その、え、その携帯割りすぎた、うん、私このクリームとか食べたい。おいしそう、つまみ食いたい。結構大きいよこれ。かわいがいい。私クリームいっぱいついてるとこ食べたい。うん、おいしい。うん、写真食べ
これね、内側が、ね、チョコクリーム言っちゃったかな、そう、チョコクリームなんですよ、白じゃないんだよね。これはこうなってるの、うちも見てるよ、割ります、あ、手つかれた、ね、手疲れるよね、割りますあやばい、私の三脚でせいちゃんが隠れます、やめて、よし、生地出来上がったからみよんちゃん、あ、使われよ、お生地できた、できた、できたよ、やった、生地できたよ、あ、待って、何、第一弾を外して、何外してっていうか、どこ、そう、これだって使うもんね、そうだよ、そうしなきゃだよ、そのまま外れました、やっぱさ、私さ、結構頭いいと思う、やり方さすがせいちゃん、やった、さすせい、やったね、せい、そう、同じようなのを2個作る、同じようなの、同じの、すごい、もう謎タイム、謎タイムになり、はい、クッキングシート、さあ、クッキングシート、はい、福岡先生、さあ、福岡、え、私がクッキングシート、あ、私がいいの、どうぞどうぞ、はい、トミの仕事終わりました、できた、できた、できた、まだ終わってないよ、あと1個やん、にもう一袋あるけどさ、大丈夫だ、大丈夫だと思う、さあ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 、出来上がりに近づいてまいりましたら、ゆめとはしてあります、いい感じにできてるよ、はい、わーい、あー冷たい、それ逆、逆にあの左にひねるとね、あのね、お湯になるよ、そうそうそう、なんでせいなの、せいちゃんのせいちゃんのせいちゃんのせいちゃん、あれをつけてたのよ、あのオニオンスープはね、あれ冷たいなと思ったらこっちに一番石鹸、あ、そうそうそう、うん、私泡の石鹸大好き、私も、あ、私も家泡の石鹸だ、私どこにいるの、これ今、うん、君より向こう、君より向こう、こっちかな、こっち、でもいろいろ映っちゃうよ、困る、困る、いろいろ映っちゃう、困る、一番早くお嫁さんになりそうなの誰だって、誰、私逆にね、結婚できたそんなパターンの人、そういうこと言ってせいなが一番最初に結婚した、せいちゃんの結婚式とか泣いちゃうわ、私のこと絶対誘って、誘わないとかないです、お祝儀ちゃんとする、うん、お祝儀ねえ、食べていい、ミオンじゃないって言ってるよ、ミオンは絶対 AKB やって、まだ私はとりあえず28まで、年齢的にミーヨンって言ってる人が多い年齢、せいちゃんのミーヨンの扱い方が雑って言われた、そんなことないよ、せいちゃんがことのくれたクッキー、イエーイ、じゃあ、はいはいはい、私のクッキーいいですか、これ皆さん、はい、あ、入れます、入れるよ、導入しますよ、導入します、混ざってちゃんと、もう一回ちょっとちゃんと見て、うん、最後せいちゃんがやったから、せいちゃんが知らないな、やってくれてれば、うん、混ざってる、トミがあっさり結婚しそうだ、はい、入れまーす、入れまーす、今から、おいしい、めっちゃ食べとるやんこれは、うん、市販のクッキー、チョコチップクッキーで、せいちゃんがお土産を買ってきてくれた、私が買ってきたチョコチップクッキーです、コミオンチョーカーかわいいね、だってチーズケーキは明日の朝食べます、誰が一番年上、ミオンが一番年上です、コミちゃん食べ過ぎって、そんな食べてなくて、え、1個のクッキーさっき食べたからだよ、あれを、うん、私たちも食べてる、そうよ、みんな食べてる、年下は私だよ、ありがとう、年下は私、うん、初めて見たタコ、あ、東京タワー立ってる、すごい、私も立ってる、ね、東京タワー万歳、ありがとうございます、ちょっと後で名前言います、せいちゃんと死の割にしっかりしてるんだって、確かに自分で言ったわそのまま読んだら自分で言ったわ、トミはせいちゃん高一、あれ高一まだ、次高二になる、え、待って、コミがもう高校卒業しちゃうよ、やばい、やばい、あ、そっか、いやいや、1個ずつじゃないんだね、さ、そうなの、2個、3個差なの、私、え、ミオン、ミオンとせいな、3個差、3個差だよ、え、3個も差があるんだよ、それはマジで見え、私とお姉ちゃんといとこと同じ、ちょっといとこの情報はなんかいとこの、あ、てか今予熱が終わった、予熱が終わりました、オーブンの、見て、私が頑張ったオレオオレオアピール
る半端ない。私が頑張りました。オレを4分の1に砕きました。チョコの CM やってくださいだって。あ、ちょっと一個落ちた。これね、ジアスじゃなくてイヤリングだよ。いつものイヤリング。せいちゃん大人なんかイヤリングしてると。イヤリング好きなの。私イヤリング苦手。なんで。耳たぶ太くてさ、なんかね、私も耳たぶ分厚いんだけど、そういうのがあるの。耳たぶ痛くならないやつがあるんです。太くないかな。耳の形って本当違うよね。でもなんか緩くすると落ちちゃうし、強くすると赤くなっちゃう。私のやつね、めっちゃいいの。今こんな感じです。私のやつめっちゃいいの外しちゃったけど、うん、こんな感じ。だるまいっぱいありがとう。かわいい、ね、1位だよ。元気だよ。そしてオレオさ、敷いていいですか。オレオさ、敷いてください。ちょっとオレオ使ってお菓子作るの初めて。私も初めて。どんな感じになるんだろう。もう皆さん分かりましたか。どんな感じ。え、すごいすごい。え、やりたい。やってやって。イヤリング片手につけられる。え、せいちゃんどうする。変わる。どっちでもいいよ。いいよ。みんなで乗せたいよね。せいちゃんは置かなくていいの。みんなで乗せたいよね。じゃあみんなで乗せよう。みんなで。確かに。あ、あ、待って。オレオ分からない。みんなで乗せてます。手洗います。あ、やばい。私の爪のドアップになっちゃう。爪のドアップです。わあ。さあ、オレオ乗せよう。オレオ乗せよう。余ったやつは食べるかな。私ね、本当にね、危ない。これが白いね、オレオ乗せてて、うん、香港にしかないんだって。これどんな感じに乗せるの。え、白のオレオあんの。え、すごいね、それは。味は。え、買ったの。ゴールデンオレオ。すごいね。これ超美味しそう。クリームめっちゃ乗せる。食べちゃえ。クリームのとこだけ食べて。え、見て、クリームのとこだけ見つけた。うん、クリームだけ取れた。もう大丈夫。めっちゃ食べるやん。うん、めっちゃ食べとるで。美味しい。お菓子作りってさ、完成する前にもうお腹いっぱいなんない。そんなことある。いつもめっちゃ飲んじゃう。うん、あ、でもいつもやってんのが多分私つまめないやつなんだわ。どういうこと。カップとか。違う違う。だからさ、小麦粉とさ水混ぜただけじゃ食べれないじゃんっていう話。薄力粉と水混ぜただけでお菓子できんの。できなくないですよ。え、できなくないの。できるよ。だから、あの、何ができんの。え、それこそさ、薄力粉でしょ。なんていうのか、できなくないんだけど、そんなに美味しくないよって話。え、何ができるの。え、でもクッキーのそれっぽいやつができんじゃない。それっぽいやつ。でも、味とかないよ。え、だ、砂糖入れてないからさ。あ、そっか。そう、だからそういう感じ。だからチョコとかだったらつまみ食いできるけど、重なってたらちょっと嫌じゃん。チョコとかだったらつまみ食いできるけど、それだけだったらできないよねって話。しないね。ちょっとちっちゃいのない。もうちょっと敷き詰めたら。絶対美味しいよこれ。ね、これ絶対美味しいと思う。ちょっと隙間空いてる方が多分美味しそう。あ、そうだね。でもこの辺ちょっと、なんかあれみたい、昔のさ、お金。あー、そう見えてきた。昔のお金。あ、ほんとだ、やばい。昔のやつに見える。あ、手元カメラいきます。こんな感じです。敷き詰まりました。敷き詰まったぜ。イエーイ。ではでは、いざ入れまーす。いいです。9時35分。やばい。え、このままだったの。ちょうどさピー終了。じゃあピーってなる前にさ、前回やったやつ見せるよ。あ、待ってね、せいちゃんそれ何。テンパテンパ。10時までなので、私があと、私も10時まで。25分、20分、23分ぐらいする。10時まではできるよ。20分でとりあえず実態は分かるので焼き上がるね。とこまだだよ。ねえ、オレオがめっちゃ残ってる。あれ、あ、やばいやばいやばい、キャンセルキャンセル。ね、でもさ、チョコ1個でさ、板チョコ1枚余ってるじゃん。そうじゃん。なんか食べる。食べる。ちょっと違う。やばい、何それ。知らん、知らんだけ。板チョコ1枚でさ、カップ残ってるじゃん、うん、カップできない。え、ちょっと調べようよ。オレオ乗せる。食べちゃったよ。でもまだな余ってるから。大丈夫。調べようよ、調べようよ。できるか。板チョコ1枚でできるもの。ちょっとミオちゃん、あ、私も2人とも消えちゃうっていう。私も1個食べたい。板チョコ。私もクリームが気になるよ。ミオンの家。クックパッド。クックパッド。大好きクックパッド。あ、板チョコって多分1枚って出てきた。みんなの。じゃあ下焼けビベルと完成記憶ね。板チョコ1枚トリュフ。あ、
生クリームない。ああ、生クリームないね。でもコーヒーフレッシュとかもできたりするんだよね。牛乳を生クリームにすることはできない。うっそー、難しそう。焼きチョコにする、うん、それは一番焼きチョコでバターがないね。やばった。てかあるよ、まぶり。美味しそう。きまわりの何個、ココット皿4個分もできるって言ったチョコ1枚で。美味しそう。何それ、すごくない。ココット皿って何、わかる。なんであるの知ってるの。え、でなんで。なんでこんな感じです。さっき見つけたの。さっき見つけたの。何の迷いもなくミオンチのさっき見つけたの。そしてビンゴしてたよ。え、ビンゴ当たってた。うん、さっき見つけたの。さすがやな。イエイ、あさり場です。よし、じゃあさ、せいちゃん怖いわって言われた。ごめんなさい。シアンか。ごめんね。3人の会話が自由で楽しいだって。やった、嬉しい。イエーイ、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 はいてててて。ねえねえ、違う違う。はいてて。あ、違う。じゃあはい、これやろう。あ、間違えた。はいて、やばい。すべ。まじ、剥離粉。剥離粉もやらなきゃだよね。じゃあ。何？剥離粉。板チョコ残り1枚ね。続き割る、作ります。割れるよ。よかったね、コミちゃん。やったね。やっと仕事が来た。来たよ。板チョコどこ。あっち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 置いてきてるよ。持ってくる。はい、お皿をちょっともう一個いただきます。どうぞ。あ、違う、お皿なくていいのかも。ありがとうございます。はい。誰。薄力粉 25g の1枚残ってました。え、これ何味だと思う？これ、うん、見して見して。何味だと思う？あ、わかった。え、色でわかるかな？色でわかるよ。だってもう、どれだけ私が言ってたの？知ってるの？知ってる。あ、もういつも食べ慣れてる。もう言ってる。どっちだと思いますか？1、ミルク。2、ビター。勝手にね、勝手に。3、全然ホワイト。4、ストロベリー。やめて。変な選択肢もしないで。そんなのか。どういうことやね。じゃあ面白い割り方したい。あ、これ待ち。まあ割とね。あ、わかった。大丈夫。あ、え。ねえ、これ縦一列綺麗に割れると思う？面白いその挑戦。あー、怖い。あと1回しかもうチャレンジないよ。本当。3回、2回しかチャレンジできない。あ、来た。早い早いね、ちょっと難しいね。順位、私薄力粉を測ってるとこ。でもここまで行った。分かんねえや。分かんない。ここまで行ったよ、せいちゃんカメラ。ここまで行ったね。ここまで行ったよ、このカメラ。50だな。50だね。てかね、あのね、コミしか見えてない今。コミのね、使い具合がね、すごいでかいの。あの、薄力粉とかで測ってるとこ見られないの。まあ、確かに、せいちゃん。私が見えないよ。いいよ、せいちゃん、ここでやりな。開いてんじゃん、全然。ミオンがこっちに行ってくれたから開いたんだよ。ミオン、そこでやってなかったよ。んんんんテーションジョーション。変な空気が流れた。てか、うん、何？お皿がなくて、うん、何？ジップロックの上でやってんねん。え、マジか。ほら、お皿じゃん。あれだよね。だからお皿が動かないから。え、そこに乗せていいの？洗わなくて大丈夫？同じことするか大丈夫じゃない？分かった。25g。 OK、 25g 測った。少ない、 25g だって。やばい、倒れる。でも、あの、これも10分で作らないと、10分焼かないといけないんで。はい、はい。でもさ、180°ってさ、これで180°になるの？どれ？ 220°。 こっちでやんなきゃいけない。こっちで。有名名じゃない。まあいっか。これは放送中にできません。はい、終わりません。はい、これ何？これもういいんだっけ？いや。何作ってくれてんのだって。くれてんのでも自分。自分が作ってない。私も作ってる。と何かというと、これはなんだっけな。ザッハ取るで。うん、フォンダンショコラって。え、フォンダンショコラ作ってんの？本当にできるのか分かんないけど。
って。え、それはもうさ、自分たちで食べる？砂糖もやらなきゃ。これは、まあ、写真用にとりあえず可愛いカップ買ったんだよね。うん。インスタ用の可愛いカップを買ったから、それが皆さんインスタグラムも見てね。見てね。砂糖を 15g 入れないといけない。せいちゃんもインスタ始めてほしい。だって私何配信すればいいか、配信じゃない、何投稿すればいいか分かんないんだ。一緒に生活してたらさ、うん、同じような内容になるよ、うん、でも私たまにね、あのお料理とか作ったのをしたいなって思うと、やっぱりあのちょっとそのお皿貸してくんない？さっき言ったよね。使ってない、うん、使ってない。じゃあ作ったお料理はインスタにアップすれば、うん、って。うん、そうだから、でもあ、それいいじゃん、料理インスタグラム作るね。料理めっちゃいいじゃん。が来るまでその話してたね。え、見てくれる人いる？いるよ。あ、いる、うん、見てくれる？フォローします。はい、いいねします。見るだって、あれやばい、見るだって、見てくれる？ね、砕き癖が治んなくて、俺もねえ、やめてよそして食べる食べるてか、また湯煎のお湯をやんなきゃいけない感じ。あ、ちょっと温め直しといて。直しといた？して、あ、OK、砕いちゃってです。お湯を使います、うん、めっちゃ食べるやん、美味しいですか？はい、いい、よかったです。これオレオ乗せるの？わかんない、乗せないよ。あ、じゃあもう、いや、乗せる乗せる。フォンダンショコラにオレオ乗せる。あ、フォンダンショコラか。そうだよ。え、でも見た目的に絶対乗ってた方が可愛くない？ね、粉砂糖の方が可愛いと思う。あ、そうだね、粉砂糖やりたいんだった。じゃあ食べる、うん食べよ、みんなでよし、食べよう。そして卵を出そう、一個。じゃあ明日気をつけよ、うん、取らないようにでも明日レッスンあるからいっぱい動くよ。踊るね、いっぱい。ね、今本当に毎日レッスン生活ね、毎日レッスンね、毎日ね、なたってる ね、 ね。あー、ずれた。ね、ポテチいつ食べる？あ、やば、そうだ、買ったんだった。超でかいポテチ買った。買ったの、ポテチ。あ、砂糖も測らないと。見た、うん、今度は春祭り、この3人でステージやるんですよ。そうだよ。 40g だ、うん、オッケー。私、俺普段あんま食べないんだけど、今日めっちゃ食べてる。私も最近あんまり食べてない。普段食べないよね。ね、なかなか食べないね。ね、刻みのスープ。クッキー&オレオでいつも食べてるからかな。うん、大好き、その味が一番。コミ食べ過ぎだって。あ、こっちにも見えてた。見えてたよ。あー、バレてたか。わお、うん、手洗って、うん、コミちゃん手洗って。洗う、うん、じゃあ、はい、はい、溶かしましょう。お湯にならないよ。いいよ、もうちょっとこっちにする。あ、無理だった。15g。 そしたら、キレイキレイしましょう急に、もちろん急に来ましたね。砂糖 15g。 砂糖 15g。 やっぱ少量、ね、そこの青い布巾。あ、これです、せいちゃん。ありがとう。ティッシュ多いな。ティッシュ使っちゃうの。ティッシュ大好き。15g が測りたい。15g を。みんなはバレンタイン作るのかな、うん、メンバー作るのかな。今年全然コミちゃん動かないね。だって作業してるのに怒られちゃった。コミのことずっと見たいってこと？そうだね、うん、違う。あ、この子も出してた。コミちゃん、その場から動かないね。なんで？多分ずっといるからだと。なんでやねん動かせてくれや。よかった、動く、動いて。変な動きはしないで。コミちゃん仕事だよ。はい、コミちゃん混ぜて。混ぜる、はい、混ぜるよ。で、混ぜて。あ、お、あと残り配信時間14分でやばいよ。でもあと9分で出来上がりよ。お、嬉しいな。ねえ、ザッハトルテとフォンダンショコラって何が違うの？ザッハトルテはケーキっぽくない？私ザッハトルテ、あ、卵やっていい？もただなんかあれ、バターって全然溶けないね。そうなの、結構溶けない。いつもチョコが先に溶ける。多分さ、バターはさ、一回レンジでさ、チンした方が溶けやすいよね。
もうそれで溶けるからよくないそれで、うん、そうね思った。次に出そうね、今度何作る？何がいい？料理がいい。ああ、ご飯系。そうでも野菜切れる人いないかな。私切れるよ。本当に野菜でしょ、うん、本当に。え、野菜ってそんな難易度高いの？いや、私普通に切れるけど仕事をあげたりっていうこと。なんか怖い、なんか指切っちゃいそうで怖いよね。ね、砂糖さ、いいよね、卵にまで。じゃがいもは無理、かぼちゃも無理。え、待って、ボウルに卵、トマトなら平気。あ、そうだね、ボウルがないね。それいいんじゃない、ここでもう使わないっしょ。泡立て器がこれしかないね。とえ、めっちゃさ、それで泡立てるとしたら力が。え、結構それきつい。いや、洗ってる間に洗います。洗ってください。洗います。固まってるお湯が欲しい。お湯やっぱ煮込みって手際悪くなるね。お湯あるよ、せんの、ほら。あ、うん、大丈夫、意外に取れてる。手際いい方だよ。手際いい方、よかった。1個目超順調じゃなかった、うん、そうね、1個目は結構問題ない。やっぱ3人いれば問題ない。問題ないよ。問題なし。問題。洗い物係せいちゃんだって。そう、さっきも洗い物してた。とりあえず混ぜて。あ、待って、何、どうせこれ、うん、の時にさ、泡立て器でちゃんとやればいいんじゃない。いや、うん、やっといた方がいい。それ白くなるまでちゃんとやらないとダメだ。そういうやつね。そうなの。あの、布巾をいただけると嬉しかったです。いい、これでいい。うん、なんでもいいよ。いいよ、なんでも、はい、いいよ、なんでも。そういうパティーンね。ねえ、つけたよ。いいね。せーなって言ってない。いいんじゃない。先生、はい、いいじゃない。はい、先生、わーい。1個目もなんかいい感じ。あ、これめっちゃいい。え、これ何になるの？これ中身になるの？フォンダンチョコなの？なんの生地と中身の配合と。え、そんなできんの？てか、あれなの、フォンダンチョコラって、あの同じ生地から、なんで真ん中が多分チョコ、いや、真ん中が火の通りが悪くて、やっぱりトロトロになってるから。だって、うん、違う、あれ、あれさ、野菜なのさ、うん、作ってくれたフォンダンショコラをさ、うん、食べてあったかくしてめっちゃ美味しくて、うん、半分もっとトロトロにしようと思ったら、ただのカップケーキになっちゃった。そうそう。だから、フォンダンショコラってやりすぎちゃいけないってこと、うん、びっくりした。へぇ、逆に上の方がトロトロになった。よし、じゃあそれを出来た立ち上げましょう。で、薄力粉使わないよ。薄力粉大丈夫。よし、布巾で置けばいい。いいよ、出来たよ。出来た。じゃあここに置いてください。出来たよ。やろう。白っぽくなる場合これぐらいでいいのかな。見たい見たい。白じゃなくて黄色。そんなもんなのかな。白っぽくなったのかな。え、せいちゃんがこの間作った時はそれじゃないけど、そういう工程あった？あったかな。まあ、でもカップケーキになっちゃったらよくない？よし、はい、はい、小宮山ちゃん、はい、はい、はい、小宮山ちゃん、はい、入れます。投入していいんだよね。いいと思う。普通は逆なんだけどね。投入します。まあ、今回ね。え、混ぜる、ちょっと待ってね。卵よく混ぜます。いいよ、持ってない。それはそれまだ使うこと。じゃあこれ持ってるよ。ほんと。でも工程さ、ほとんど同じだよねって思うんだよね。配合とかも違うね。絶対そうだよね。はい、薄力粉やっぱコンビラまだ使う。はい、ごめん、手まで食べた。ね、手のね、第一関節まで食べられた今。え？やばい。はい、こちらだけ。チャーリーとチョコレート工場の世界に行きたい。いいね。え、覚えてる？もうほとんど覚えてないかもしれない。見たことない。パプリッコ古い。私がさ、見てるやついつも見よう見てない。飛ばした。飛ばした。パプリッコ古い。よく余ってるけどいいの？あ、
本当ここに置いていい？いいよ、これ入れて。あー、溺れていくよ。結構なんか取れないよね、このこれ。うわ、結構めっちゃ出てるやん、これ。マジか。イエーイ。もうさ、手持ちカメラが手持ちカメラじゃなくなってるよ、うん、手持ちって書いてんのに嘘になってる、ね、嘘だね。できたー、そう、やってやって。できたー。あ、めっちゃチョコついてるやん、ほんとに。あ、あれ出してきてくんね、カップ。あ、いいよ。あのね、あ、その袋の中かな、椅子のこんな感じでしょうか。いい、混ぜて、うん、切るように混ぜます。切るように混ぜるとか、そういう私さ、もう嫌なんだよね。頑張って頑張って混ぜたいんだよね。みおちゃん頑張って。混ぜる？混ぜて。混ぜる？混ぜるの、せいちゃん。え、もうカップ開く？カップ、あ、やべ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 。いいよ。みおちゃんカメラが。カップどうやった？4つぐらいさ、でもさ、カップケーキって意外とさ、入れすぎたらめっちゃ膨らむよね。そう、結構膨らむ、ね。半分ぐらい。こんなところも膨らむ？え、どうだろう、ちょっと膨らむんじゃない？そう、少なめ。でも、いつも後悔する。こんなところってさ、あれじゃない？真ん中がもむんだよ、いい感じに。知ってる？こんなところってうまくいくと真ん中がもむんだよ。分かった？こういうやつ、あ、そういう系ね。うん、真ん中がくぼむってことは。真ん中がくぼんだら成功なの、こんなところ。へぇ、ねえ、うまくいくのかな。どうですかね。どうする？ピンク2つ、水色2つ。あ、そうそうそう、もちろん。よし、できたよ。あ、待って待って、生地ができたよ。おお、よい、生地ができたよ。おお、危ないね。あと2分でこっち焼き上がる。暑いのか分かんなかったけど、あと7分で配信終わんなきゃいけない。怖い、怖いよ。ちょっと待って、あの、開かない。可愛いカップ見つけたんだもんね。うん、このカップを使いたかった。意外にね。あ、取れた。あ、取れたーい。え、これでもらったら絶対嬉しいよ。かわいい、かわいい。ちょっと水色。顔を出さない。どういうこと？違う、ピント合わせて。あ、それあれだ。こちらピンクで、あの、何それ、知らない、うん、いいよ。ダイソーで買いました。ダイソーで購入した10個入りの可愛いカップになってます。ピンクと水色が5種類ずつ、5種類ずつ、5枚ずつ、5枚ずつ入ってます。エプロンにチョコがつきました。はい、こういうハプニングもたまにあるんですけど、普段だとスプーンで入れた方がいいです。確かに。よし、迷いなくスプーンを出す。今水色の方が先生、無限なくスプーン出してます。あ、で、一回出した。こちらは宇宙のことにすごく詳しい福岡せいなちゃんです。はい、どうぞ。じゃあちょっとこれ、あ、ちょっと、あ、じゃあカップ押さえてる。え、はい、そうね。その係必要ですか？これもう使わないよね。いらない。はい、はい、入れてください。定点？あ、おしゃれ！
定点定点まずはさあでまずは定点こちらです。せーのじゃーん、ババーン、すごーい、いい感じ。さあじゃあこれも見せてね、ババーン、ババーン、はい、ババーン。というわけで作ったのはせーの勝利なんて言えばいいの、メニュー名がわからん、どっちから言う、どっちから言う、あのオレオから言う、これはオレオブラウニーでーす。できたー、やったー、完成。初めてブラウニー作ってない、そうなの、なんだよ、前も作った、作ったことある、うん、さっきの第1弾はオレオなしで、そう、オレオなし前に焼いて、持ってくるか、持ってくる、うん、できた、じゃあゴミ持ってくる、もうあと3分で配信終わんなきゃだ、めっちゃ美味しそうじゃない、硬い硬い、めっちゃ美味しそうじゃない、美味しそう、こんなうまくいったまんね、こみちゃん落とさないでね、これがさっき作った方、はい、第1弾、第1弾のブラウニー、第1弾、はい、ブラウニーちゃん、あ、ね、硬いよ、熱いよ、もうまだ熱いからね、できたよ、できたよ、ブラウニーが2種類あげる、はい、プレゼント、バレンタインだよ、はい、プレゼント、バレンタインだよっていうことで、ね、でも、せいちゃんのこれ持ってるものの熱気が熱すぎて、本当に熱気が熱すぎて、熱気が熱すぎて、これを後でタッピングとかもして、はい、っていうことで誰かにね、もう食べたい、サクサク、あ、もうあと配信、あと2分だって、あ、いいよ、食べてみようよ、いただきます、うん、サクサク、サクサク、外側だしね、うん、中もどうなってるか気になる、おいしい、うん、サクサク、うん、ちょっとつまんで、いいバージョンのねちょねちょどれどれやねえ、いいの、トロトロ、うん、ちょっと、え、ちょっといいんじゃない、いいんじゃない、端っこ、あ、じゃあこそこ食べる、あ、私も、あ、じゃあもう手元なんで、味見、うん、うん、おいしい、おいしい、ほんと美味しくできたよ、感じ、じゃあスクショタイムできた、スクショタイムどうするの、2を何も持ってないけど、10秒ずつ1、2、3、4、5、6、はい、次、はい、ラスト、東京タワー、美味しい、東京タワー読めないね、出れました、ありがとうございます、本当にね、できたよ、できたよ、ありがとう、ありがとう、私のルーズが、ありがとう、あ、せいちゃんこっち、こっち、でもミトンが結構ね厳しいよ、あ、みんな、てか、そっか、ありがとう、こっちも切らなきゃと忘れちゃうのか、みんな16,629 16,658 18,358 すごい、こっち定点すごい、3万、定点3万、ありがとうございます、10時、あ、検定だ、さよなら、じゃあ出ちゃダメ、イエーイ、いや、私ね、怖い、もう置いてこみちゃん、もう怖い、開始しますよ、大人サインでも、じゃあみんなまたね、さようなら。